友モソ子は、1920年代に活躍した元、スキージャンプ選手、実業家。後に全日本スキー連盟の会長を務めた。京都府出身。父親の友野久次郎は、小樽高等商業学校、第2代校長京都府生まれで、小学3年生の時父親の転勤に伴い、小樽へ移り住んだ。旧姓小樽中学北海道。 帝国大学農学部日本政府株式会社。1926年の第4回全日本スキー選手権ジャンプ競技優勝。1928年のサンモリッツオリンピックにスキージャンプ日本代表として出場するが、コーチも通訳もいない、孤独な参戦を強いられたことに加え、大の規模や技術、道具など何もかもが自分たちがやってきたことと違う。 ことに戸惑い本来のジャンプが全くできず、転倒もあって、再会に終わった。しかし、この時の経験が、後年の日本ジャンプ界にとって大きな糧となったことは、言うまでもなかった。1929年の第2回、全日本学生スキー選手権優勝。現役引退後は、連盟役員として活動し、1972年に、全日本学生スキー連盟会長に、就任。 1975年9月には内紛による3ヶ月の会長不在を受け全日本スキー連盟会長に就任した。1980年のレイクプラシュトオリンピック日本選手団団長を務めた。1984年 JOC スポーツ賞 JOC オーダーを受賞。一方、1929年日本製粉入社後は同社の 各工場長を務めるなど手腕を発揮し、1966年副社長、1970年社長、1974年会長となった。1982年10月29日、第15回食品産業功労賞を受賞。1998年の長野オリンピックを見届けた後、あと93歳で営民した。 朝日新聞1998年10月28日付有観席別欄。ありがとうございます。